どうもカンです。はい、では毎回やっていきましょう。あ、ルーラ初めて使いますか。旅の扉、今回は守りの扉をクリアしていきましょう。じゃあ最初こっち何の扉だ。扉目の方行きたいんだよな。よし、守りの扉。パーティーランク何本だ、見てみましょう。僕のパーティーランク、どこに書いてある。いや、今回守りの扉厳しそうか、微妙なんで、こっち側行きましょう。こっちは何本だ。あー、待ち人の扉っすね、自分。じゃあ今回待ち人の扉攻略していきましょう。いやー、待ち人の、おー、こんな感じか。最初戻るとこはないと。なるほど、まあこれは無視しといて進んでいきましょう。あー、でも捕まえときますか。一匹ぐらいは合成に使う可能性もあるんで。よし、スカートいきましょう。多分捕まると思うんで、4人攻撃いれば。いけ、いやー、ミスはつらい。いやー、20%きつい。だよなー。あー、やばい、最悪。何がしたかった。いや、強いな。これ強くねえか、このキャラ。これはもう戦うか。強いな、このキャラ。まず1体目やりました。会心で強いっすよね、本当に。強い。やれ、いけるいける、スライムアターク。あー、いいっすね、回復がいるの。いや、強い。13ダメージが出てくるのが一発。いやー、昔なんとか使われてて、うざいっすね。いけ、よし、10、いいよ、いい攻撃。よし、経験値おいしいといいな。あー、まあまあまあ、最初にしてはおいしいっすね、これ。いいですね。お、スキルポイント5はでかい。ケロッピー、なんだこれ。こっちをやるべきなのか。よし、いきます。次、ボミエアタック、なんだ。よし、進みますか。あー、でも欲しいんすよね、このキャラ。待って、ズッキーニくん、あれの方が僕は欲しい。冬をつく。よし、よし、なんだこれ、マンドラ。僕マンドラ興味出ちゃった。なんかレアそう、このマンドラってやつ初めて見たんだよな。新キャラかな。まあ行きましょう。いや、これ難易度高くねえか。やべ、めちゃくちゃ難易度高いかもしんない。これもしかして敵の難易度バカ高い感じかな。だよね。おー、よかった。ちょっとこれズッキーニ処分しちゃいましょう。ちょっとこれ怖いんで、ズッキーニがいると。じゃ、これやめだ。ズッキーニ一回処分します。魔物の餌を使う。で、命令しましょう。メラーでこれを潰します。ハードブレイクでアタック、ハードブレイクでアタック。トリッピーにはテンション貯めといてもらいましょう。で、ホイミでトリッピー回復でいきましょう。これでいけると。いけ、
いやー、これで勝ちたい。欲しいんですよ、このマンドラって。なんか気になりますよね、ちょっともう。あー、でも攻撃弱いな、多分。いいですね。これズッキーニが強い。いや、まだまだ道具いける。魔物の餌行きましょう。ちょっと欲しいんで本当にこいつは。メラでこっちやって。テンション貯めといてもらいましょう、このまま。そういう意味でトリッピーだけは絶対延命していく感じで。よし、倒してください。これで、いやー、なんかうざい。倒せ、いけいけいけ。よー、行きましょう、ズッキーニ予約。いやー、このパンチが、これ潰すなよ、これで。あ、よかった。テンション25。まだ行きますか。これで何本いってるかですね。お腹いっぱいちょうどいきましたね。多分手に入るんじゃないか。いやー、全然たまんない。取りたい、本当にここで取りたい。70、確率上がりましたね。オッケー、トリッピーナイス。オッケーです、なんとか手に入りましたね。レベル3なのか、これで。肉食いの主じゃないですか、これじゃ。肉食いまくられたんで。よし、じゃあ行きましょう。ダメージを無駄に食らいまくってますね。まあ、ズッキーニも欲しいとこだったんですけど、今この動画で攻略するって言ったのに攻略になっていない。まあまあ、そこら辺の時は無視して頑張っていきましょう。いやー、5回もあんのか、めんどくさいな。普通におるやん、これ。これ強そうなんですけどね。戦ってみますか、ちょっと。もしかしたら素材にもなりそうなんで。これやばくないか。一発スカウトが望まないとダメなやつ。あー、微妙。また最悪だこれ。手に入んなかったら自分なんか生きて死にそうな気がします。ホイミがちょっと攻撃力不足っつうのがですよね。これ逃げましょう。逃げないとダメです。死にますね、これ。おー、ナイス、スライム、いいよ。強くないか、このハエ。ちょっと潰しに入ってもらいましょう。あー、倒せない、なかなか。キャロッピーやばい。まさかキャロッピーが死んだ。悔しい、キャロッピーが死ぬのは。よし、レベル上がったらキャロッピーの死が。これ強くないか、この人、この子。技がなんかヘボいけど、まあ、まあ、それは置いといて。スタンバイの。これ、スライムも回復できるようにしてほしいですね、ちょっと。キュッとしましょう。これちょっとメンバーチェンジですね。パーティーチェンジ。ちょっとキャラ手に入れられたらきついかもしれないですね。
これ行く途中にもしかしたらキャラが全滅するっていう可能性も。何もないですね。もしかしたらこの扉1個に対して 2動画分作るかもしれないですね。終わる気がしないですね、これじゃあ。ちょっと自分もモンスター不足っていうのもある。ちょっとズッキーニが欲しい、ここは。これむずいな。OK です。振り付けてるといいんですけどね。命令で倒しましょう。これでこいつはちょっとおたけび、おたけびの意味あんのかなって感じ。じゃあやりましょう。いや回復が優先なんでね。防御力高くないですか今の。 いいっすね。何をすんだ、おたけびは。強いな、意外とこれ。いいっすね。いや、このズッキーニのやつが一発がでかい。やべ、普通に目、いや、撃たせちゃった。ズッキーニ殺しちゃうかもしれないです、これ。そっちやっちゃってくれ。ナイス。ああ。こいつの攻撃がどっちに行くかなんですけど。いや、ズッキーニに行っちゃった。右をやりたい。ちょっと命令で攻撃をこっちに。おたけびで両方やってもらう。でホイミいらないか。いやホイミいらないっすね、これ。これ大事ですね。いやでもこいつ攻撃弱いのか。ありがたいです。倒す倒さない。まだまだまだ、よし、 OK です。いや、やっちゃったよ。攻撃力高いのはいいんだけど、倒しちゃうか。まあ、レベル上がったから、まあ、許せるけどさ。どうしよう、これ、これ、こいつ。あまりの、こいつの素早さの、まあまあ、今のところは当分こっちに振っときましょう。強くなると思うんで、このまま振り続ければ。まあ、キャラの補正はできなかったんですけど、まあいいです。スマッシュは少し。もっと上行けば強いのがいるかもしれないんで。何もいないですね、これ。まだここら辺追っかけてくるモンスターがいないのがありがたいですね。めんどくさいんですよね、追っかけられると。これ、これが欲しい。これ本当欲しいですね。不意をつけたのはでかいと思いますね。いやマジか、そこでミスるか。タックル。ああ、まあ 10%、 7%、 21% が確率的にはですよね。よかった。ちょっと片方やっちゃいましょう。ハードブレイク固めるっていう。やっぱ攻撃でこうですかね。おたけびが意外と優秀なんで。会心の一撃入った。おたけびですね。入れ、左左左。よし、両方入った。これで片方やりたいですね。片方になったんで狙っていきましょう。 やりたいですね。これ 6%18% いいですね。 24%30% いくか。30%、おお、少し確率上がった。
これちょっと難易度高くないか、キャッでゲットするための。全然手に入らない。書きましょう、会心の一撃来ることに。お、さっきより上がった1パー、いいですね。わー、でもなんか下がった。これなんか変わんないな、そんなに。いや、結局一緒だった。あー、もう倒すしかないじゃないですか。これやばくないか、怒りの攻撃。いや、強い強い強い。これやばくないですか、威力。ちょっと強すぎますね。いいっすね、もう殴り殺しますね、これ完全に。うざい、強いっすね、この歯、やっぱり。やれ、オッケー、やりきったんですけど、手に入んないっすね、なかなか。もうこれがパーティーで行くしかないのかって感じですね、ちょっと。スキルプラス7か。まあ、一回、放流で。こいつの問題点は攻撃技がなかったことなんで、さっき見てた感じだと。ちょっと体力がやばいんじゃないかなって。回復しないとやばいんじゃないかなっていう感じしますね。まあまだ頑張っていきましょう。まだどうにかなるんで、全然。まあ、次の回にこの一本追っかけてくるんかい。危ねえ、なんとか逃げ切りましたね。いや、これ飛び込むのすごいっすよね。勇気いりますもん、これ飛び込むのに。普通薬草ですね。これ追っかけてくるスタイルなんですね。いや、ここは戦わずに行きたいですね。ちょっともうボス戦来てもこれ多分辛いんじゃないかなって感じするんですよ、チーム的に。これちょっとチームの強さ不足ですね。まあ、これで行きましょう、1回目の攻略は。まだラストじゃなかった、よかった。もうここはもうボスの1個前の部屋って決まってるんで。いや、こいつをここで手に入れたい。ズッキーニ、待て、ズッキーニ。これ驚かせるボタンないのかな。歩をつきたい。オッケー、よし、オッケーですね。スカートするしかないですよ、もうこれ。これで少しでも上げてスカートするっていうのが正しいんじゃないかな。いけ、お、42%、いいっすね。まあまあまあ、これ半分チャンクまでいったぞ。お願いします、お願いします。よし、二学期で、二学期ですよ、名前は。よっしゃ、行きましょう。そろそろラスボス相手にしていきますか。危ない危ない。あ、回復回復回復優先ですね、ここは。ラスト経験値上げしましょう。最後の一戦して、あれで回復してラスボス行きましょう。
攻撃開始。いいですね。4ダメージっていうのが厳しいんですけどね。ちょっとボス戦の時こいつ一回チームから外すつもりですね。この敵と同じキャラ、このキャラ攻撃戦に特化してないんで、ちょっとこれ作戦で、これ作戦変えてあげましょう。これ別にガンガン行こうぜでいいんですよ。あの時はお、いいですね。いい攻撃入ります。おお、倒した。あの技来るか。いやー、そうか、やばい、体力が。ハードブレイク、強いっすね。これ安定で強いと思いますもん。敵はかわせない。よし、強いっすね。ハードブレイクが強いですね。普通にレベルが上がんない。回復したんで、これがパーティーレベル3、 OK です。で、2学期も小技ないですね。本当に肉のこれスブロック16は、あのおぞましがおたけびきになるんで、ちょっとあとは誰だ、白鵬ですか。まあ、これも一応振っときましょう。パーティーチェンジしてもいいかなって感じもします。レベル3か。攻撃一緒なんですよね。でもこっちなのか。まあまあ一回これでいって、多分勝つにはいけるんですけど、まあどうなるかは。裏じゃない、オートダッシュしましょう。いや、あれ、ほボスの部屋ないの。あ、ミスター、前見てなかったですね。今地図見てたら最悪ですね。相手に8いますね。これは逃げましょう。オッケーです、逃げれましたね。あ、下ありますね、行ける場所は。一瞬どこ行けばいいのかなと迷いそうになったんですけど、よし、勝ちましょう。8に行きましょう。ここでボスに、ボスいんのか分かんないんですけど、ちょっと多分いますね。4階が、よし、まず薬草。これ何でしたっけな、止まれなかった一瞬。いや、すごい、これで戻すのか。よし、ボスを潰して僕は帰ります。僕の実力ここで見せつけましょう、敵に。よし、何が出てくるんでしたっけ。ここで僕にとってのボス、これは、思い出した、何出るか分かったぞ。これはクッパ城みたいな感じだな。姫がいた、やっぱり。あ、姫とクッパ城みたいなやつ、あれしかいないっしょ。クッパじゃないからね。あなたはローラ姫。はい。まあ、嬉しい。ぽ。どうぞ私を抱き上げて、お城へ連れてってください。ニノです、あなたはまだお小さいのですもん。だから持ち上げられないのです。そうそうと言ってくださいまし。いいえ、そうそうと言ってくださいまし。いいえ、こうやってドラゴンに変身するからだよ絶対。で、私もう少し大きい方をお待ちします。我がネミが妨げる者は誰だ。
初の2マスモンスター来ましたね。我がローラを連れ出そうとした罪、万死に値する死刑ってことっすか。難しい言葉使いますね。よし、メガサイズモンスターとやり合いますか。ちょっと怖いっすね、まだ何も分かんないんで。まず 1ダメージきつくないか、この1ダメージっつの。まあまあまあ14いいよ、結構いい。いやミスもつらい。あー止められなかったか。よし行こう、勝ってほしい。いやいい、いいゴビが入りましたね。いやいや強い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 。これ命令しましょう。ちょっとやばいやばいやばい。お弓で。メラは安定なんですけど。ちょっと砂煙に当てに行きましょう。甘い息とか。ここら辺でお見せ。ちょっとさっきの攻撃が予想外だった。ダメージ与えていきましょう、ちょこちょこ。あ、でもドラゴン攻撃が遅いっすね。そんな煙でちょっとヒット力を上げ下げたい。いやダメだ、当たんない。いや、やり返された。強い、強いですねこれ敵。いやー、こんだけやられるとは思わなかったですね。ちょっと次元違うんじゃないか。難易度高くないか。なんか変なキャラばっかり捕まえてこなきゃよかった。今もまともなのがいない。よし行こう、攻撃行かせるしかないです。攻撃しかないですもんこのキャラたち。よし、自分全部回復させましょう。あー全部はいかなかったか。よしいいですね。いやうざい。いや一回動きだとよかった。ズッキーニ何してんや。やばい、回復に回ってもらうしかない。スライムに、スライムちょっと回復回ってもらわないときついですねこれ。いやいやいや、待って、ズッキーニの攻撃が全く当たってねえじゃん。これはもうそういう問題じゃなくなった。一斉攻撃開始。ここで一斉攻撃仕掛けましょう。こいつらミスが厳しい。これやられたらやばいっすね。いいや、刺し殺せ。なめとんだろこいつ、やばい。ダメだ、死ぬぞこれまんまと。おーナイススライム。いやー、あれトリッピーが動けるようになってる。トリッピー優秀っすねやっぱり。おー自分でホイミを選んだ。優しいっすねスライムくん。こいつなんだよ問題児は、何もしてないんだよ。あー一番優秀なやつが死んだ。やべえ、1対1か。やばい状態になってきましたね。つらい。負けた。マジか、負けるようになっちゃった。
負けてしまいましたね。次の動画でリベンジしに行きます。では、See you!